国際殺人団の崩壊、海の重座、多数目次、作者は、これの一編を公にするのに、幾分の躊躇を感じないわけにはいかないのだ。それというのも、実は、これの一編の本筋は、作者が空想の上からこね上げたものではなく、作者の親しい BUM が、その死後に語って聞かせてくれたものなのである。BUM については、いずれ、これの物語を読んでゆかれるうちに、諸君は、それがどのような人物で、 どのような死に方をしたのであるか、おいおいとお分かりになってくれることであろう。それにしても、死後に語って聞かせたものなどというのは、大変おかしいことに聞こえるかもしれないが、これも、事情を申しておかねばならないことであるが、諸君もかねてお聞き及びかと思う例の心霊研究会で、有名なる N 女子という霊媒を通じて、作者が、その豪遊から聞いた告白なのである。その告白は、実に絶やすならざる国際的怪事件を語っているので。 命中率90%と称せられる霊媒 N 女子の取り扱ったものだから、十分事実に近いものだとすると、この怪事件は、公表するには、あまりに重大な事柄で、あるいは公表を見合わせた方が当たり障りがなくて良いかもしれないくらいなのである。しかし、一方によって、N 女子の奨励術は、単なる独身術に過ぎないという指揮者もあるようだから、それなれば、N 女子の前に座った作者の心中に隠されていた妄想が反映したのに過ぎないとも言えないこともないのである。ともかく、 そこのところは、諸君のご判断にお任せするとして、怪事件の物語を始めようと思うが、一種の実話であるだけに、筋ばかりで、描写が十分でないのは我慢していただきたい。1、古ぼけた大きな折りかばんを小脇に抱えて、ややうつむき加減に、もの静かな足取りを運んでゆく紳士がある。茶色のソフト帽子の下に、強度の金眼鏡があって、その分厚なレンズの奥に、きらりと光る小さな目の行方は、ペイブメントの上に落ちているようではあるが。 そのペイブメントの上を見ているのではないことは、その上に落ちていたバナナの皮を無造作に踏みつけたのを見ていても知れる。バナナの皮を踏んだものは、大抵つるりと滑ることになっているが、この紳士も、その例に漏れず、つるりと滑ったのであるが、尻餅をつく集大も演ぜずに、まるでスケートをするかのように、鮮やかに太った体を前方に滑らせて、バナナの皮に、一度目もくれないばかりか、バナナの皮を踏んだことにも気がつかないように見えた。そこで、紳士は、急に、 進路を左に曲げて、ある大きな石の門をくぐって入った。守衛が敬礼をすると、紳士は、別にその方を振り向いても見ないのに、鮮やかに礼を返したが、その視線は、さらに、路面の上から離れなかった。軽く帽子を取ったところを見ると、全長の髪がかなり、薄くなっている。年の頃は、五十、四十五歳に見えた。この紳士は、校内を物静かに歩いていった。それは、 5階建ての白い鉄筋コンクリートの真四角なビルディングが同じ距離を隔てて墓場のように厳粛にそして冷たく立ち並んでいる構内であった紳士はそのようなビルディングの影を7つ8つも通り過ぎてからこれはまたなんと時代錯誤な感じのするレンガ建てのビルディングの扉を押して入っていったそこで紳士はすぐ左手の壁にかかっているたくさんの名札の中で 一番上の列の一番端にかかっていた「研究所長鬼村正彦」と書いた赤い文字のある札を手に取ってその裏を返すとまた服の位置にパチリと収めた赤かった文字が今度は黒い文字に変わりやはり「研究所長鬼村正彦」と長読めたさてその老紳士鬼村所長はこの動作中にも別に視線を動かすようなこともなく札を返してしまうと階段の下の薄暗い隅にある扉を開いてそれから長い廊下を 音のしないように歩き、一番奥まった部屋の中に姿を消した。すべての行動が、いかにも慣れきった世界に、大したエネルギーを費やすことなしに、いとも正確に進められていくというふうに見えた。作者は、大変つまらない鬼村博士のスナップを、意味もなく、だらだらと、諸君の前に広げたようであるが、これこそは、最も意味のある大切なスナップなのであることは、ページを追っていくに従ってお分かりになろうと思う。とにかく。 このスナップに現れたる鬼村博士の調子は、実に、博士の性格の全部を物語るものといってよい。博士は、この極東科学株式会社化学研究所長として、霊名があるばかりではなく、日本のニュートンと、世界各国から賛辞を提せられるほどの大科学者で、日本科学協会長の栄誉会長であり、米国のスミゾニアン・インスティチュートの名誉顧問であり、独国のテクニシシライフ・サンスタルトの名誉研究員であり、 1940年に東京で開かれる万国工業会議には副総裁に任せられることに決定している。日本の工業立国は鬼村博士によって完成されるであろうと言われている。鬼村博士のすることには無駄がない。その優秀な頭脳は、各学会にさまざまな素晴らしい研究問題を与えて、日本な世界の科学界を面目一新させようとしている。博士自身も、この研究所に、自ら一文化を担任して、 終日試験管やレトルトの側を離れない。その研究題目は、科学による生物の腎臓法というのである。外の学者が50年かかるところを、博士は10年で成績を上げている。開け、ごまの実と廊下を飛ぶようにやってきて、博士の扉の前に立った白い実験衣の小塚の青年学者が、大きな声で叫んだ。どなたですかと、内側から、博士の扉のがをするロボットが優しい夫人の声を出して聞いた。 松に研究員ですすると扉が開いた。若い松形に学士は、学士は、は、定本では、博士は、全身に興奮を乗せて踊り込むように所長室に滑り込んだ。先生、今朝の新聞をご覧になりましたか。これから見るところじゃと、鬼村所長は答えた。博士は、戦国のペデストリアンと同じ姿勢をして、静かに室内を歩き回っているのであった。帽子も街灯も取らずに、何か事ったことでもありましたかい 昨夜、丸の内会館で、薬物学会の幹部連休が、やられちまいました。松瀬博士以下、土浦、園田、木下、小玉博士、それに、若い医学くたちが45人、皆根業域を引き取ったそうです。うん、松瀬君もやられたか、と、博士は、ちょっと押し黙って、何事かを考えているようであったが、相変わらず、室内散歩の歩調を緩めはしなかった。気の毒なことじゃのう、博士の声は、 水のように淡々として落ち着いていた。先生、昨夜の連中は毒ガスにやられたそうです。症状から見ると一酸化炭素の中毒らしいですが、どうもかわいそうなことをしましたと、松形二学士は、学士は、和定本では、博士は、舌をうつむいた。薬学者連中が毒ガスにやられるなんて、ちょっと妙な話じゃね博士は、毒舌を浪するというのでもなく、これだけのことをスラスラと言ってのけた。ですが先生、これで四度目でございますよ。 半年と経たない間に、第1に、電気学会の幹事会に爆弾を放り込まれて、幹部一同が斬死をする。次は、S 大学の高歌教授室の連中が、悪性腸窒物でみなし主し、第3番目には、先月、鉄道省の技術官連が大島旅行をしたときに、帰邪ワクチンで大半歴史しましたし、これで4度目です。私はいよいよこれはただ事とではないと思うのですが、ただ事とではないとは、博士が、例の調子でうめくように言った。 偶然のの出来事ではないといとうのかね。確かに、これは、何か陰謀が行われているのに違いないと思うのです。一つ先生のお名前で、学会に警告をなさってはどうですかでないと、この調子でいけば、遠からず、我が国の科学者は全滅するかもしれません。全滅、うふ、それも悪くはないだろうが、一応警告を出すことにしようか。それにしても、これが陰謀だとすると、どんな方面からのものだと考えているかね 君は、私はこう思っていますと、松方二学士は瞳を輝かしていった。どうやらこれは変態的な性格を持った科学者のいたずらだろうと思うのですが、それは鉄道省の場合の外は爆弾、バクテリア、それから毒ガスというふうに、いずれも科学者に縁のあるものばかりが殺人手段に使われていることです。それから犯人は学会の事情によく通じていると見えて、 幹部の出席すす。会合をてっいま先生も、どうか、会合へは、今後一切ご出席なさらぬように願います。君は、犯人の心当たりでもあるのかねないわけでもありませんが、申し上げません。僕には言えないというのかね言うのを控えた方が良いでしょう。それに、まだ明瞭な証拠を握ったわけでもありませんから。君は、無垢藤技師のことを指して言っているのじゃないだろうな、博士は、初めて立ち止まると、 帽子や街灯を脱ぎながら言葉を継ぎ足した。松形二学士は、無垢頭技師の白石長身で、いつも美しいセンターから分けた頭髪を目の前に浮かべた。無句頭君なら、僕が保証をするよ。あれは、少し妙な男ではあるが、そんな勇敢な仕事のできるほどの人物じゃない。うちの娘の真由みのお守りをしているくらいが精一杯じゃて。松形二学士は、学士は、和定本では、博士は、複雑な感情をじっと答えていた。 ちょうどその時間に、無工藤義氏は陸軍大臣の官邸で、県山陸軍大臣と向かい合って、訂正で密談中であった。無工藤義氏は、緊張に細かく震えながら、普段から、真っ白い顔色を、一層青白くさせて、大臣の一言一句に聞き入っていた。次回は、想像以上に容易ならんのですと、大臣は、寝不足らしい、血走った目を大きく見開いていった。彼ら国際殺人団の一味と党というのは、どのくらい、 我が国の政治界、経済界、科学界に先行しているのか、さっぱりわからないのですが、その組織たるや、実に巧妙な方法で、1人の団員は、自分に指令を持ってくる1人の人間と、自分が指名を伝達すべき2人の人間と、この3人しか知らないというのです。とにかく、最近4回にわたる、科学者虐殺事件は、明らかに、この国際殺人団が活躍を始めたものと考えて、少しも疑う余地がありません。これから、先に、 この災害が、どのくらい広しっていくのか考えただけでも恐ろしいことです。彼らは巧妙なる組織と豊富なる情報と莫大なる資金としかもあくまで優秀なる頭脳と知識とを要して立っているのですからこれは容易なことでは打ち破れません。戦線布告のない戦争です。敵の戦線は現に帝都の中に歴然と横たわっているのです。しかも敵鋭は巧みにカムフラージュされて我々は そののぞいどころが見つからないので,すで、すで宣告申し上げたように、あなたのご尽力を超いたいわけです。国家のために、あえて、あなたのご生命の提供をお願いしたい。だが、閣下のおっしゃることは、あまりに空想すぎるのじゃありませんですか。と、無句義士は、幾分苦笑を禁じえないという面持ちで言った。いくら、日本人が堕落をしていたって、ヨーロの交換とか、その道の権威とか言われる連中が、そう、 敵むざむざ国の言うことを聞くわけはないじゃありませんか。そういうことを、今あなたと議論しようとは思いません。それは、わが陸軍の探知し得た信用のできる情報です。だが、考えてもご覧なさい。かける国は、30年も、前から、仮想敵国としてわが国を睨んでいるのです。あらゆる十作がわが国に施されてある中に、最も陰険極まるのは、この国際殺人団の本体であるところの JPC 秘密結社です。 かける国は30年前から各方面にわたって、有望なる学祭を有し、しかも貧乏だとか、孤児だとかいう恵まれていない人物を探し出して、これに、莫大な資金を送り、その人物が立身出世をするように極力宣伝し、ついに、今日我が国の養老養ロの実権を、彼らの手に握るようにまで講演したのです。かける国の参謀本部の命令一家、彼らかける求むは、嫌がおうでも、その命令を決行しなければならないのです。 若しそれにがえんじなかったら、その男を告示犯で、講師代に送りでも、また、殺人隊をやって、絶対秘密裏に暗殺してしまいでも、どうでも自由になるのです。彼らが初めて、苦しいジレンマを意識したときには、その行く道は自殺があるばかりです。某博士の自殺、某講師の自殺、某中佐の自殺、それと原因のはっきりしない自殺は、みんな、ここに源があるのです。これだけ申せば、 国際殺人団の活躍がいかに必然的なものであり、決死的なものであるかお分かりになったでしょう。いや、よく分かりました。それ以上は、お尋ねいたしますまい。また、このご依頼にノーと答えたくても、即座に、私の命のなくなることを思えば、YES と申しておくのが何よりであることも分かっています。だが、私に大役をお任せになっても、もし私自身が、その結社の一員だったら、閣下は、一体どうなさるお考えですか。 どうも、あなたは、なかなか痛いところをごつきになりますね。しかし、ご安心ください。その5年には及びません。いくらでも前処すべき道が作ってありますから。この場面があって、無工義氏は、国際殺人団の探索に当たるために、建山陸軍大臣直属のスパイを任命された。彼は、そのために、いかなる場合も、この目的のために一命を葬って努力すること、このスパイたることは、絶対に、 他人にもルビのもは定本では、もららしてはならぬのみか、同志であるものを発見した時ときとすいも、その事情を明かし合ってはならぬこと、ただしスパイを務めるについて、事情を明かすことがないのであれば、助手を使っても差し支えないことなどと、厳しい注意を細々と受けたのであった。誓って、祖国のために。無句闘技師は、燃えるような願望を、大臣の方に向けて立ち上がると、こう叫んで、右手をつと伸ばした。天佑を祈りますよ。 島さん大臣の幅の広い、がっしりした手のひらがぎゅっと、ムクトウぎしの手を握り返した。三、ムクトウぎしは、大臣の差し回してくれたほろ深い自動車の中に身を投げ込むと、初めて晴れ晴れしい笑顔を作った。右手で、ポケットの内側をそっと押さえたのは、今しがて大臣から手渡された、莫大な紙閉塞を気にしたためであろう。さて、それから始まったムクトウぎしの行動こそは、機械至極のものであった。彼は 大臣から差し回さされたた。自動車を、銀座街に向けさせわり町の角を左に曲がって、ややしばらく大道を走ると、とある横丁を右に入って、それからまた狭い工事を左の方へ折れ、やがて一軒のカフェの前に車を止めさせた。そこは、悪性な銀座裏のカフェの中でも、とかく噂の高いエロサービスで知られたバーローレライであった。無工義技師は、午前10時のバーの扉を無造作に開くと、すかすか遠くへ通り、 そこに2階に向かってかけられた狭い急勾配のはしご段の下に靴を脱ぎ飛ばすと、スルスルと登っていった。2階は真っ暗であった。ムンと若い女の大衆が鼻をつく。きみちゃんいるかい彼は、暗中に声をかけた。ああ、ムンさんだわね。向こうから2番目に、きみちゃん、まだ寝ているわ、と、女給頭の乙とが、彼の膝頭のあたりから、鈍強な声を上げた。そうか。僕は、2時頃まで、ちょいと寝たいんだ。 後からうんとおってやるから、多めに見るんだぜ。それからオフはね、おすまないけれど、その時間になったら、コックの止め口に用うができるんだから、どこにも行かずに待たせておいとくれ。もう二時まで、何にも口をきかないからが、話しかけてもダメだぜ。言いたいことを言ってしまうと、彼は、オーバーを脱いだり、バンドを緩めたりして、いきなり、お君の寝床に潜り込んだ。ボソボソと、しばらくは小声で話し合っているらしかったが、やがて、お君は、 寝床から出て行って、あとには、ムクトウ一人が、何か考え悩んでいるものか、点々反則している様子だった。こうして、時計は行くたびか、同じ空間を回って、やがて、午後2時を放ずるボーン、ボーンという眠そうな音が開花から聞こえてきた。それがきっかけでもあるかのように、お君が起こしに登ってきた。ムクトウとお君と、コックの留吉との3人が、外出の支度をして、店の方に出てきたのは、 それから1時間ほど経って、後のことである。まあ、仮装舞踊会へでもいらっしゃるの。ムーさん、勇敢な格好ねえ。などと、ウェイトレスレンが生やし立てた。確かに、それは不思議な組み合わせであった。留吉は、シャンとした背広に、黒い蝶ネクタイを、締めて真摯になりすましていたし、お君はどこで借りてきたのか、三越の食堂ガールがつけているような裾の短いセルの洋服を着て、年齢が3つ4つも若くなっていたし、無垢等は無垢等で。 留吉の衣装を借りたらしくコールテンのズボンにスウェーターを頭からかぶったという失業者姿であった。三人は眩しいペイブメントの上へ飛び出した。三人が列を揃えて一列横帯で歩き出したところへ、横丁から不意に飛び出してきた若い夫人が、どんと留吉にぶつかりそうになった。ごめん、遊ばせと、夫人は豊かな白い方を、さっと桃色に染めながら行って、ちらりと一行を見たが、あっと、小さい強制を立てた。 この夫人は、鬼村博士の一人娘の真由子に違いなかった。無論、彼女はいち早く、無垢トの姿を認めたのである。だが、その異様なイベたちの彼を何と思って眺めたであろうか、スカートの短いところでカムフラージュされるとしても、あいにく彼に品なだれかかっていたポケットのおきみを見落とすはずはなかった。これに対して、無垢トは、ついに、一言も声を出さなかったし、むしろ顔を背けたほどであった。しかし、なんやら気になるものと見えて、 真由子の行く跡を振り返った彼は、真由子がこちらを振り向いたのを見て、慌てて頭を立て直した。4、その夜の6時、電気協会ビルディングの3階台10号室には、我が国の科学方面におけるさまざまな学会の会長連が、円卓を囲んでずらりと並んでいた。その人数は17名もあろうか。電気学会長である、帝大工学部長の川山博士の白桃や、珍しく、 背広を着用に及んでいる白石長身の海軍技術本部長の美浦中将やテレビジョンで有名なダブル大学の工学部主任教授の土佐博士の丸い棒眼やそれからそれへと我が国科学界の最高権威を残りなく数えることができるのであったもちろんその座長席には鬼村博士のやや薄くなった大きな頭が見えていた会合は科学協会としての冷月の打ち合わせ会であったのであるが議事が一度通り過ぎてしまうと鬼村博士が「やおら ずんぐりと太い体を起こして立った。皆さん、例月議事はこれで終了いたしましたが、次に、ぜひ、皆さんのご知恵を拝借したいことがあります。ご承知でもありましょうが、近来どうしたものか、我々科学者仲間におきまして、不測の災害に倒れるものがし多くない、いや、むしろ花肌多いと申す方がよろしいようであります。これにつきまして、この頃では、さまざまな憶説が唱えられているようでありまして、中には、これは、科学者に、 共通な悪運が回ってきたものだと申しあるものは殺人魔の調理であると申しまたあるものは偶然災害が続くものであって決して原因のあるものではないと反駁をいたしておるようなわけであります私個人の考えといたしましてはどうも気が変になった犯人のなせる技であると考えているのでありますがそれがいかなる人物であるか探偵でもありませんので突き止めてはおりませんがどうも一と筋縄やに筋縄でいかぬ人物でありしかも そそのの犯人はは相当インンテリゲンチャででで、あああるるるとと思うのでありまます。すす。れ十分警戒をする必要があると考えますことに、今日までの災害の後を振り返ってみますに、いずれも、会合の席を手っているようでありまして、今後、私ども科学者の集会は、なるべく控えるか、または、極力秘密な場所に開き、なお、これに、関権の保護を得るように努めたいと考えますが、かように私のご警告申し上げることについて、皆さんは、あるいは、 移設ををおお持ちかと存じ今度は十分ごご論を願いいたくなお警戒法についてご心づけの点をお話し願いたいた現に今夜のこの会合のごとき、最も大札視界のあるものでございますが、今まで何ともないところを見ると、あるいはついに何でもないかもしれないのでありまするが、あるいはまた、これから爆弾が降ってくるかもしれないのでございます。いや、それは冗談でありまして、実は私の老打心から、本会場は、 すでに厳重な警視庁の警戒で取り巻いてございますから、どうぞご安心を願いますと、博士は、にやにやと、両方に笑みを浮かべながら、快脈を露して着座したので、最初のうちは、顔色を変えた会員も、交渉に恐怖を吹き飛ばし、一座は、にこやかな空気に帰った。一旦席に着いた博士は、衣袋から金時計を出してみた後で、一座の顔を見渡したが、どうぞご意見を、と言った。そして、急に立ち上がって、ちょっと便所へ。 銀石の川山博士に耳打ちをすると、席を立った。そして、入り口の扉を開けて、室外に出ると、先生、何も変わったことはございませんと、今夜の警戒の第一線に、自ら進んで立っていた松形医学士が、いきなり、博士に顔を合わせて、こう囁いた。わしは、便所へ行ってくる、よろしく頼むぞ、博士は、例の調子でうめくように言うと、そろりそろりと便所のある方へと足取りを運んでいった。会合室内では、 身の裏中進むがた,ってただいま、教会長のご説明のあった、最近の機械なる事件につきまして、私の、と、そこまで話を進めてきたときに、どうしたものか、グローブの中の伝統が、急に、2倍ものミンサに輝いたかと見る間に、スーというかすかな音を立てて、消えてしまった。それだけのことであった。別に、爆発物の破裂しそうな炎症の匂いもしなかったし、イペリットガスの悪臭も感じられなかった。座中のあるものが ただいま、私が救治を呼びますから、と言ったので、一同は子供のように立ち騒ぎはしなかったが、いずれも内心の不安を隠すことができなかった。声をかけた人は、そろりそろりと、扉の方に近づいていった。やがて、扉に手が触れたので、両手を上下左右に伸ばしながら、取っ手の財所を探し求めた。取っ手はあった。彼氏は、その取っ手を握ってぎゅっと回すと、外へ押したが、どうしたわけか、扉は開かない。 そんなわけはないと思って、さらに一生懸命をしてみたが、今度は、なんだか腕がしびれてくるようで、力が入らなかった。そのうちに頭が割れるように痛み出し、胸が引き絞られるように苦しくなってきた。やややられた。扉がああ開かないと叫びながら、扉をめったうちに叩きつけた。暗黒の室内のあちらこちらでは、獣のような絶望的な叫び声が起こり、うんうんと呻吟する声が、だんだん高くなっていった。室外では今 松形二学士が、扉に体を打ちつけている。刑事や警官が扉の前に走って集ってきた扉はドーンと開く松型谷学士は先頭になって飛び込んだヒュオヒュオと叫ぶ警官がある今入ったばかりの松型谷学士がヨロヨロと入り口へよろめき出てくるとパタリとそのまま倒れた惨劇の室の前に集った人の中からマスクをかけた長身の男が飛び出して毒ガスだ 入ってはいいけないと叫んだ。彼は腰をかがめると、入り口に倒れている松形二学しを肩に担ぐと、どんどん階段の方へ駆け出していった。その時、便所から帰ってきた鬼村博士が、この騒ぎに驚いて、博士に似合わぬ老害ぶりを見せて、室内に飛び込もうとしたが、それは警官が二人がかりで抱きついて、やっと止めることができたのであった。鬼村博士を除く16名の学会長は、ことごとく枕を並べて、 無残なる最後を遂げてしまった。鬼村博士が偶然にもただ一人助かったことは不幸中の功であると、各新聞紙は悲壮なから元気の社説を掲げた。だが、当夜の不思議な毒ガス電球を誰が装置したのであるか、また、入り口の扉は誰が鍵をかけたのであるかについては、各紙は一向の報道もしていなかった。現場から行方不明となった松形二学しには、少なからぬ権威がかけられていたが、 そのの生死に5惨劇はマントの恐怖を引き起こすとともに、当局に対する強豪たる非難が巻き起こった。科学者を保護せよ、犯人を即刻逮捕せよと、天下の世論は嵐のごとくに激しかった。惨劇のあった翌日、秘密裏に、日本科学会の幹部23名が、学士会館の一室で会合した。会場はうに及ばず、会館内の隅々まで、電球や電熱機をはじめ、 館内にあるアリとあらゆるものが厳重な検査をせられた後、内外に地福警官隊の網を作り、それこそ1匹のアリの抜けれる道もないまでに警戒せられたのであった。その会合は午後7時となってやっと開催せられた。もちろん、この会合には昨夜の惨劇から幸運にも逃れた鬼村博士が座長席に座って毒ガス犯人についての意見を交換し合い、これに対抗する具体的手段を考案せられんことを希望した。一座は それこそ、我が国における科学界の司法と認められる学者たちばかりであった。この会合で、十分効果のある具体的方法を考え出さない限り、当分はいかなるこの種の会合も危険でできないのであった。一座は、それについて、重大なる責任を思いながらも、昨日の惨劇に怯びえきって、とかく、議案にまとまりがつかない様子であった。一座の中には、鬼村博士の命拾いまでを神経に病んで、もし、この席から博士が立つようであれば、 すぐさまその後を追って、室外に出なければ危険であると考え、博士の行動にばかり気を取られている人もあった。ムクシマ君は、見えないようですね、と聞いた人がある。ムクシマ君は、来ると言っていましたが、どうしたものかまだ見えません。いや、いずれ、そのうちやってきますよ。と、鬼村博士が答えた。ムクシマ君は、鬼村さんのご令嬢が昨日家出されたので、それで忙しいらしいですよ、と隣の科学者が囁いた。だが、 今日の問題は、国家の荒廃に関する重大事項じゃありませんかそれに違いありませんが、この道ばかりはなんとやら言いますからね。その噂に登った無垢藤技師は、鬼村博士の言葉の通りに、実は、すでに、この学士会館に到着しているのであった。だが、彼は、どうしたものか、コック部屋にいるのであった。前の一目吉に借りた妙な入れたちの上に、白いエプロンをぶら下げ、白いキッチンキャップをかぶっていた。どうやら、 のの紹介でこのコック部屋へ入り込んだものらしいそれはどこから見てもコックでしかなかった無垢トは料理の型には目もくれず部屋の片隅にある妙な道具の陰に頭を突き込んでいるその道具のことを説明すれば彼氏の機械な行動がわかるのであるがそれはプリズムトレンズとからなる反射鏡でその機体はコック部屋から換気ホラを上の方に這い上がりかぜん日本科学界の会合のある室に届いているのである また、彼の側にある特設電話機の伸びていく先をたどってゆくならば、例の会合のある3階の窓際にあるついたての影に達しているのを発見するであろう。そればかりではない、そのついたてのうちには、様相の救助女が控えていて、時々ぬからぬ顔をしては、そのついたてから顔を出し、会合のある部屋の扉に注目しているのを発見するであろう。いや、それがバーローレライのお気味であることもすでに初見せられているであろう。さて、無垢頭技師の覗いている望遠鏡には、 一体何が映っているのであろうかそこには例の会合室の正面に座っている鬼村博士の全身がくっきりと映し出されているではないか。無句義士師は博士の挙動を静かに注目している。博士は今何か喋っているらしく口を開閉している。やがて一礼をして席に着いた。博士の右手がスルリと伸びて衣袋の時計にかかった。博士は秒針の動きをじっと眺めている様子である。 闘技師は、ごくりと唾を飲み込んだ。博士は、時計を握ったまま、顔を正面に立て直した。その時、博士の隣にいる系大学の正木教授が、何事か博士に向かって尋ねているようである。博士は、じいと正面を向いたまま答えない。正木教授は、少しイライラした面持ちになってきて、卓を叩いてワンワン詰め寄るかのように見えた。他かから人が立ってきて、正木教授をなだめている様子だ。しかし、 博士はもだして語らない。ところがその時である。かぜん、正木教授の表情が変わってきた。正木教授をなだめている人も、嫌な顔つきに変わった。し、しまった。叫んだのは、無垢と士技師である。反射鏡から飛び抜くと、そばの電話機をつかんで、時期に信号をした。君ちゃん、早く信号をしろ。そう言ったかと思うと、無垢と士技師は、 気が変になったようになってコックベラを飛び出した。お君は、素早く、側の窓を開くと、窓の下に腰をかがめ、右手を水車のように回すと、何か黒いものを、パッと騒がいに投げた。何か、街路の上で爆発するらしい音がして、スーと青い光がひらめいた。パンパンと音がして、ヒューっと、柔軟な騒がいから、お君の頭をかすめて、ついたてにピチピチと当たった。その時を阻止。 例の会合のある室の大きなガラス窓が、バシーン、ガラガラというすさまじい音響を立てて壊れ始めた。なんだか真っ黒な大きいものが、後から後へとガラス窓に飛んできては、ガラスというガラスをことごとく壊してしまった。例の室内は、ガラスの破片が、バラバラと雨のように降った。ガラスの雨を浴びた一座の者は、規制を上げているばかりで、逃げ出そうとする気配はなかった。どうやら、その前に、一同は、 毒ガスに幾分当てられているかのように、その場に、ぐったりと体を伸ばしていた。ガラスの破片で傷ついているものもあるようであったが、別に痛そうな顔をしていないのは、中毒作用のせいであろうと思われる。ただ、一人の例外は、鬼村博士であった。博士だけは、直立して、柱の陰に、ガラスの雨を避けていた。警官連休は、入り口の扉を開きはしたが近寄れないので、どうしたものかとひしめき合っていた。そのところへ いきなり飛び上がってきた快感がある警官が取り押さえようとする手を払いのけて勇敢にも室内へ踊り込んだが柱の陰に潜んでいる鬼村博士の姿を目かけて飛びかかっていった博士は悲鳴を上げて救いを求めた快感は博士の顔を床の上に押し付けると博士の大きな鼻をねじり回してなんだ仮面のような白いものを指先で抜き取ったようであったそれはどうやら特殊の薬品を染み込ませた旅機で博士が ただ一人毒ガスに耐えていたのも、そのせいであるかのように思われた。そこへ、警官連中が、上から檻を持って快感を引き離し、高手小手に縛り上げてしまった。博士は身震いして、よろよろと立ち上ったが、そこに引き捨てられた快感の顔を見ると、「むくしまくん、お気の毒じゃな」と、すすき気味の悪い笑顔をずっと近づけた。翌朝の新聞紙は、一斉に、特書合活時、前段抜きという途方もない大きな見出しで、 の科学者札犯人ついに捕獲せられる。犯人は我が国毒ガス学の権威・福島・斎一郎などと、昨夜の大事件をかきたて、彼の現場における機械な行動や、精密な機械類の写真などが載った。帝都は、かなえの枠がように騒ぎ立ち、無党が収容せられたという市ヶや刑務所へは、無党を国民に引き渡せという臨地隊が、後から後へと入り替わり立ち替わりを仕掛けては、時代逆行の珍厳書を呈した。それを陳武するのに、陸軍大臣に、 アザブ第三連隊に総動員を命ずるという前代未聞の大騒ぎが起こったのであった。しかし、新聞紙面には、先に行方不明になった松形二学士や、家出をした鬼村真由子のことについては、一向も報道していなかったばかりではなく、昨夜、活躍したお君の消息も、それからまた、お君の信号により、ガラス窓の破壊に従事した人物についても、何の報道もしていなかった。6、それから、約1ヶ月の月日が流れた。あの事件を、 最後の幕として、科学者虐殺事件は、その後、全く起こらなくなった。無垢藤技師の犯行はいよいよ明白となって、死刑の判決が下り、その警備も、いよいよ、数日の日に近づいた。世間は、反動的に静かになり、東京市民は、めっきりダンくなった来たる朝来る朝を、長々しいあくび混じりで来算し合った。鬼村博士は、どの市民よりも、ずっとずっと早くから、あの、生産極まる事件を忘れてしまったかのような面持ちで、 何十年一日のごとき足取りで科学研究所に通い、実験室に立てこもっていた。研究所の入り口で出勤札を返す手つきも同じなら、帽子をかぶったまま、何時間となく、室内をぐるぐる歩き回る癖も、全く前と同じことであった。しかし、司祭に誠を知りたまう神の目には、博士一味の行動こそは、その後、いよいよ入れて、いよいよ怪しからぬものがあることがよく映っていたことであろう。実に博士こそは 健山陸軍大臣が、かつて、無区闘技師にスパイを命じた時に語って聞かせた国際殺人団の団長であったのだ。その下にたかる団員は、博士の命令で、あの事件以来、ピタリと鳴りを沈め、その代わり、真に恐ろしき第二期計画に着々として、準備を急いでいた。博士は、多数の権威を失った我が国の科学界の王座に直って、あらゆる機関を手足のごとくに利用していた。ことに、博士が所長を務める研究所にあっては、 諸外不出ではあるがが極秘裏に数々の恐ろしいい実験が繰り返されていた例えばその一つの部屋をうかがってみるならば大きな金網の中に100匹ずつくらいのモルモットを入れこれを実験室の中に置き技士たちはみんなが家出た上で室外から弁を開いて室内へさまざまな毒ガスを送りモルモットの苦悩のありさまや死に行くスピードなどを分厚なガラス窓から覗き込んでは観測するのであった。 こうしていろいろな毒ガスが研究されはしたが、結局、前に無工義技が発明して残していったフォルデリヒトガスに及ぶ強力な毒ガスはなかった。これは、非常に濃厚なもので、適当な生成法を経ると、三元四方の質なら 5C、C のフォルデリヒトガスで、十分、殺人の目的を達するようであった。博士は、最近、この毒ガスの生成法に成功したのであった。博士は、その日の午後、 近くに迫る陰謀の計画をチェックしていた。すると、博士の愛するロボットは、珍客の案内を報じたのであった。博士は、その密室を出て、広間の扉を開いた。そこには、この1ヶ月というものの間、全く生死不明を伝えられていた松形二学士が、おどおどした目つきで立っていた。松形に君か。君、どうしていたんだと、博士は機嫌が良かった。はい、それは。 おいおいお話申し上げる新査んでございます。と松形苦学しは言って、口をつぐんだまま、やや躊躇している風だったが、強いて元気を震え起こす様子で、先生、実は、申し上げにくいのでございますが、私、お嬢様のお使いに本日参上いたしましたのですが。ほう、真弓の使いというのか、博士は飛躍言い放った。遠慮なくここへ連れてくればよいではないか。それが、どうしても、先生に、 書内まで予出で願いたいということなんで、実はいろいろ入り組んだ事情もございまして、書内へ入るのは嫌だとおっしゃい言いますのですが、よし、行ってやろうと、博士は、何を考えたか機嫌、よく立ち上がった。真由子は、研究所からちょっと離れた森の中に待っていた。彼女は、松形二学士が運転してきた自動車の中に身動きもせずに待っていた。彼女の相棒は、この1ヶ月の間に、 森花芽の描いた小野の小町美人9層の像を急ぎで映っていったように変わり果てていた。額は高く、眼下は大きく、目には、もう光がなかった。蒼白の方、灰色の唇、すべて生きている人間のものではなかったのである。彼女は、むくしまに捨てられたものと思いをうのうの果て、家出をしたのであったが、電気協会ビル事件のとき、思いがけなく、無垢とのために一命を救われ、その翌日は、その助手となって、 学士会館のガラス窓破壊係を務めて、その夜の犠牲を証滅することに成功した松ヶ谷学士に探し出されて、無苦うの誠意を伝えられたが、それはついに好意であって特連ではなかった。そのうちに知れともなく、父上村博士の陰謀に気づき、夜に昼を継いで嘆き悲しんだため、とうとうひどく体を壊してしまった。だが、無苦う技師の死刑が近いと聞いたので、彼女は、肩こいながら、何を置いても無苦うを救いたく思い、それには、父博士によって、 無胡騎士の行情を有利に証言してもらうことができれば、必ず彼女の思いは届くものと信じ、こうして生と、死の境を奉公する体をここまで運んできたのであった。彼女のそばに立った鬼村博士は、急ににがりきった顔つきになって、真優子の痛々しい姿に、一言の憐憫の言葉もかけはしなかった。彼女は、幾度か激しく咳入りながら、虫のような声で繰り返し、繰り返し嘆願し、麦胡の除名を頼んだのであった。しかし、父博士は、 一言も口を開かなかった。が、真由子が、絶望のあまり、泣き声も耐えて、その場に気を失ったとき、博士は、初めて口を聞いた。松形谷君悪魔の忍び笑いを耳にしないかね。二発の銃眼が、消音単銃のこととて、音もなく、博士の手から、松形谷隠しと真由子の脇腹に飛んだ。飛んだことに、長く手間取らせたまいると、博士は、つぶやきながら、後を再び振り向こうともせず、そろそろと、 研究所の方へ引き返していったそれは博士の退所時間30分も過ぎていた。博士は門をくぐり、ペイブメントを通り、いくつかの会社のビルディングの陰に行き、研究所の扉を押して、スーッと内に入った。名札を返すと、スタスタと、実験室の中に入っていった。その時別な廊下から、白い実験衣を着た一人の技師が現れた。彼氏は、そこの壁にかかっていた研究所員の名札を見回した。 所長室は空いているようだからと今しゅがた鬼村博士が習慣的に返していったために不在を表す赤字の札になっているのを指しながら彼氏は後から顔を出した助手に言った今試作した毒ガスはすぐ所長室へ送り込むんだそして1時間おきに気圧計を読むんだぜじゃ今送ります時間がよろしいようですから弁をみんな開いて785ミリになりました OK 完全で、性格この上なしの頭脳を持っているはずの鬼村博士は、誠につまらない、錯覚のために、不慮の最後を遂げた。国際殺人団全体に、その秘宝が伝わると、団員一同は色を失った。それも、無理のない話で、博士の企てた第二期計画の日は、実に、その翌日の暁かけて決行されるのであったから。それは何翌日の創業、帝都の西岡から毒ガスフルデリヒトを撒き散らし、 西風にこれを吹き遅らせて、全市民を殺戮し尽くそうという、前代未聞の計画であった。彼らは、13台の飛行機にそれぞれ分譲して、午前3時というに、根拠地を離れて、午前4時を15分過ぎる頃合い、予定通りに、今や眠りから覚めようとしている程度の上空を襲来した。13台の殺人弾機は、翼を揃えて南に飛び、機体の後部から、猛毒フォルダリヒトガスをもうと吐き出した。その13条の尾がむくむくと太くなり、 だんだんと地上に近づいてきたとき、北方の空から突如として、二体の快速力を持った戦闘機が現れ、一体は殺人団機の後をぐんぐん追いついていった。他の一体は、今や帝都の上に垂れ下がろうとする毒ガスの煙幕よりは、さらに風上にすすき赤い虹のようなガスをものすごく撒き散らしていった。それは、無工義技師が陸軍大臣と打ち合わせた手はずにより、東国と世間を偽って、実は、 ひかに某所で作り上げたフォルデリヒトゲ毒ガスであったもちろんその一帯の誘導機場にはもう死刑執行の日も近いはずの無クトウギのいとも晴れやかな笑顔があった